松永久さんは日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。1888年、上郡山田村に生まれた。海南中学校を経て、1909年11月、海軍兵学校を卒業し、1910年12月、海軍少尉任官。1921年11月、海軍大学校を卒業。1921年12月、 海軍少佐に昇進し、横須賀海軍航空隊府県臨時航空術、公衆部部員に就任。1922年11月、霞ヶ浦海軍航空隊教官となり、横須賀陳守不参謀、軍令部出資権海軍省出資、軍務局局員などを歴任。1926年12月、海軍中佐に進級。1927年4月、 海軍航空本部総務部部員兼軍務局局員に就任し、軍令部出資、航空母艦、赤城副長を歴任。1930年12月、海軍大佐に昇進し、霞ヶ浦空副長兼教頭となる。以後、航空母艦、龍城偽装委員長、同艦長、クレチンジュ夫婦、立山海軍航空隊司令、赤城艦長を歴任。 1936年12月、海軍省省に進み軍令部出資となる。同月、対名、予備役編入。1938年11月、航空本部事務職宅となり、さらに海軍省事務職宅を務めた。退役後、愛知時計電機株式会社顧問、第日本航空株式会社顧問、同理事、同海洋部長などを務めた。 1942年の第21回衆議院議員総選挙に、大政翼賛会の推薦を受けて出馬し、当選した。1946年、大政翼賛会の推薦議員のため公職追放となる。追放解除後の1955年没、67歳。ありがとうございます。